はい、マークティーです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ガレージライフに必要なこういったスピーカーのご紹介です。ちょっと車ネタではございませんが、よろしかったらご覧ください。どうぞ。はい、今回購入したのはこのマーシャル社、イギリスのマーシャル社が出している Bluetooth スピーカーです。サイズは一番小さめのアクトン3というものですね。こちらを買いました。この以外にもですね、こういった小さい、もっとバッテリーが乗っかった本当に小さいモバイル用のありますし、あとこれよりも大きいタイプもこうやってありますが、僕はこのアクトン3を購入しましたので、こちらのレビューを兼ねてですね、まずは開梱シーンご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速開けていきたいと思います。箱が大きいけど中身はどんなものなんでしょう。マーシャル、かっこいいね。このタトゥーもね、箱自体はそんなに大きくないかな。よし、じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。はい、こんな感じで、まずはかっこいい。お、しかも電源ダイレクトだよ。これが良かったね。ここが大きくないのがいいですね。こっちはどこですかね、ヨーロッパですかね。電源コード、そうですね、2メーターぐらいあるかな。見た目もね、非常にすっきり。アクトン3、こうやって出ますので、これでつなげるだけかな。アプリがインストールされてません。アプリを入れましょうと。これをインストールすると、で開く。これか、これでつながったのかな。操作は非常にシンプル。でこちらが再生、早送りなどをできる装置。真ん中を押すと、こうやって。We had an opportunity to sit down with all three guys back then. They've been working that long.こうやってできます。で、音量的には、これが広域ですね。こっちが低域。これがボリュームと。LED がつくのが、このすごく見やすくていいですね。あとはこちら、Bluetooth のマークと、あとは LINE。ここにつなげたときに切り替えるというボタンですね。ここにね、線が出てくる。せっかくここにつなげるんだったら、ちょっと赤いなんかコードなんかにして、かっこよくするのも一つかもしれないですね。この LED は2段階になっていて、赤く今光ってますが、これがしばらくすると暗めのモードになるということで、寝ていてるときなんかにも非常にいいんじゃないかなと思います。こうやって今暗くなったと思うんですね。わずかについてますね。ここ見えるかな、ここいじると明るくなると。で1分ぐらい経つと暗くなるというモードです。こういったですね、 Bluetooth スピーカーって最近時代的にどん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 増えてきている需要があるみたいで、いろんなメーカーが出してきてるんですけど、僕はこのマーシャルを選びました。マーシャルを選んだ理由はやっぱりズバリですね、ガレージに似合うという、もうそこ一点です。やはり僕たちの時代ってバンドブームだった時代ですから、やはりマーシャルっていうのはですね、非常にガレージにかっこいいなと思いますよね。この前はアクトン2というのが出てましたが、このアクトン3、何が変わったかっていうと、音の広がりが増えたとかいろいろあるようです。ですので、まあ、そこをですね、ちょっと今回どんな感じなのか試してみました。こういったスピーカーっていうのはやはりちょっとですね、長い期間使わないと良い点悪い点がですね、簡単にわからないので、まず使ってみて、その中で良い点悪い点、そこをですね、ちょっとお伝えしていけたらと思います。まずですね、良い点から言うと、とにかくデザインですよ。デザインガレージに置いといて、パッと見た時にマーシャルってこのね、雰囲気アナログなのが、これがかっこいいです。
ですので僕は電池入りの Bluetooth のマーセルにしなかったのは、こういった置き方にしてこのちょっとちっちゃいギターアンプみたいなのを醸し出しているこいつがかっこいいなと思ってこいつにしたんですが、まずデザインですよね。2番目に良かったのがですね、操作系が非常にアナログで僕の好きなタイプと。最近デジタルで何でももうスマホで操作するしっていうところもあって、こちらもちろんスマホのアプリで操作できるんですが、こういったアナログでやっぱり操作するというのがですね、非常に楽です。作業しててもちょっとこうボリュームねつまんでこうできたりとか調整できますので、そういった点がシンプルで良いと。3番目としてはやはり音質がですね結構広がるんですね。これね、僕ガレージにいる時ほぼ音楽鳴らしっぱなしなんですよ、 YouTube 撮影する以外は。その際にこれを奥の方でかけておくと、結構この辺で聞いてても何ていうのかな、広がりのあるこう低域が意外と出てる音がこう聞こえてきてですね、そこが非常にいいと。逆にですね、ここ改善してほしいなっていう点が、おそらくギターアンプ的に、ギターアンプって前にこう刺すじゃないですか、それを醸し出そうとしているんだと思うんですが、ここにラインがある、これはいいんですけど、ここにつけるだけじゃなくて後ろにもラインを1個つけてほしかったな。後ろにラインがあれば、ここにこうね線がこの出てるのがかっこいいっていうのももちろんギター的でいいんでしょうけど、できたら後ろにも1個欲しかったなっていうのが1箇所ですよね。あとですね、もう1箇所が、使ってて例えば音を止めた時に15分ぐらいだと思うんですけど、自動でオフになるんですよ。自動でオフになった時にもう1回再生してもつながってなくて、Bluetooth をつなげてからやるとなんか音が出てくるっていう、電源なんか入れっぱなしでいつでも再生したらつながっててほしいんですけど、そこが自動でパワーオフしているような感じ。あとはですね、ラインインはあるんですけど、ラインアウトはないので、ここから拡張性はないのかなというところですね。例えばもう一個これを買って2個にしたいとかで、 L ちゃん R ちゃんにしたいなんていう時に、それがどうもできなそうです。ですのでそこができたらね、本当は2個置いてステレオ的にできたらいいなと思ったんですけど、そこはできないみたいですね。音をですね再生してみると、こちらスペックなんですけど、 Bluetooth がですね 5.2 ということと、あと次世代の今年アップデートされるであろう Bluetooth LE、 これも今準備中ということで、アップデートされると Bluetooth LE も使えるようになっていくとというのが記載されてますので、その辺安心ですよね。それとこちらアンプが2種類ありまして、ウーファー用の 30W とツイーター用の 15W ということで、 15W が2個のツイーター、あとはウーファーが 30W 乗っかっているということで、 30W と 15W ということで家庭で聞くには十分だと思いますよ。それよりも小さい音で心地よい音を出してくれる音響技術、そちらが重要だと思います。再生周波数は 45Hz から2万ということで、そこは一般的なものと一緒ですね。重量的には 2.85kg です。まあ、持ち運ぶことはあまりないですが、そこそこ持った高級感の重さ 2.85kg というところですね。大きさ的にはですね、こちら幅が 25cm、高さが 16cm、あとは奥行きが 15cm と。電源ケーブルは非常にシンプルですので、コンセントがとにかくシンプルで邪魔にならないということで、そこは良い点ですね。アプリでできるのはトーンバランスもできますし、ボリュームのアップダウンももちろんできますが、あとはこのセッティングの場所ですね、壁際に近いとか縁に近いとか、そういったところの調整をすることによって音の広がり感を変えると
いうことで、その感情をいろいろ試してみたんですけど、いろいろ音が変わるんで、どうやって変わるかっていうと難しいんですけど、うん、壁際にセッティングしてみて壁際の音とかやってみたらですね、もう全然音の広がりというか音質の調整が違うので、いろいろこの中で調整しているようです。大きく変わるのは低域の出方が変わる、あとはトーンバランス的ななんか広がり感が変わるので、そういったところをいろいろやってるのかななんて思います。でそういったトーンバランスをすることによって、音量が小さくても大きくてもいろんな再生音に再生調整できるという感じで、あと聞く音楽にもよると思うんですけど、僕が聞いて、あ、この音一番似合うなと思ったのがやっぱり R&B かな。 R&B の音がすごくね、このスピーカーに合う感じでします。とにかく低域がズンズン系は小さい音でズンズン系の響きが出るので、そういった音を小さい音で楽しみたいなんていう方はですね、いいと思います。ズンズン系をね、小さいスピーカーで聞くと何にも聞こえないですから、普通は。それなのにこれは小さい音なのにかなりね、広がり感があるので、8畳とか10畳ぐらいの部屋だったらこれ1個あればどこの場所に座ってても臨場感があるというか、広がり、音の広がりを感じることができると思いますよ。最近ですね、こういった音響的なスピーカーを家で鳴らして聞く方減ったんじゃないですか。こういった1990年頃からミニコンポっていうものが流行ってたのが廃れてきた理由は、モバイルオーディオがこう流行ってくるに従ってミニコンポの時代も消えていっちゃった感じだったんですよね。2008年ぐらいは MP3 プレイヤーがかなり伸びてきた時代で、2010年ぐらいからスマホに切り替わってきたんですけど、そこで伸びたのがイヤホン、ヘッドホン業界なんですね。イヤホン、ヘッド業界が2010年からダーッと増えていって、もういろんな家電量販店行ってもヘッドホンコーナー、イヤホンコーナーなんて昔ほんと小さいコーナーしかなかったのに、その間にはすごくヘッドホン、イヤホン伸びたんですよね。その後こういったちらほら Bluetooth のスピーカーもこういったサウンドバー的なの出てきているんですが、いまいち伸びなかったんですよ。なぜかっていうと、やっぱりですね、音があんまり良くなかったんですね。 Bluetooth で聞くっていうのはスピーカーとかイヤホンとかでもね、結構やっぱりサウンドの劣化っていうのが気になる方が多くて、圧縮された音源が嫌だとかね、そういう方も多くて、あとは外でね、こうノイズがあるところに聞く電車の中とか車の中でしたら気にならないんですが、静かなところで集中して聞くときに、やっぱりこの音はちょっと違うかなっていうのが多かったと思います。2015年以降ぐらいに Bluetooth のこういったスピーカー入ってきたんですが、僕もいろいろ思って買ってみたんですけど、いまいちなんですよね。聞いてて、結局ただ鳴ってればいいやって感じになっちゃって、僕はもう今ちっちゃいアレクサ使ってるんですけど、やはりそれだと音の満足ができないなってつくづく思ってて、いいスピーカー欲しいな、広がりあるのないのかなと思ってこちらを購入したんですけど、これはこういった最近多くなってきた Bluetooth 5.2 という規格もさることながら、小さい音で聞いていても聞き疲れしないし、音が広がりがあってかなり重厚感のある音が出てくるんですよね、小さい音でも。ですので、そんなに隣近所に迷惑にならない、ご家族にも迷惑にならない程度の音で聞いていても広がりがあるという点が、この手の最近出てきたスピーカーの素晴らしいところだと思います。ですので、自宅でイヤホン、ヘッドホンだとやっぱり疲れちゃう、読書しながらとかそういった時にもなんとなく遠くでかかっていってほしい、でも多少の広がり感があっていい音が欲しいなどという方には、こういったスピーカーが非常に向いていると思います。作業しててこう聞いてても、やっぱり車の下潜っててもなんかいろいろ整備してても、ああいい音だって思えるので、これは Apple Music でもずっと垂れ流しでいろんな音楽最近かけてますね。圧縮された音源ですけど、最近はアップルミュージックなんかもそうですし、音源がかなりハイレゾでいい音になってきているのもさることながら、接続の Bluetooth も良くなってきていて、なおかつ再生するスピーカーも良くなってきていて広がり感がある、小さい音でも広がりがあって
いろんな部屋の各所にたった1個でも聞こえるというのがこれの、まあ、素晴らしいところかなと僕は思います。はい、こちらこんな感じでレビューしてまいりまして、あまり音はですねかけてないんです。スピーカーのレビューは非常に難しいと。音質は僕では非常に気に入りましたね。とにかく聞き疲れしない、かかっててもずっと聞きたくなる音というのが非常にポイントで、操作もシンプルと広がりがあるサウンドが最高です。概要欄からですね見ていただいてアクセスしていただけると嬉しいです。今日もご覧いただきありがとうございました。また次は今度は車ネタでいきたいと思いますが、またご覧ください。よろしくお願いします。バイバイ。